私も同じ気持ちで政府に正さなきゃならないことがある。いろんなことを正さなきゃならないんですけども、時間がないから、一つ申しますと、それは何と言っても原発のことです。つい数日前に政府は基幹エネルギー源として電発をそれに当てる、原発をそれに当てるという方向を打ち出しました。とんでもないことだと思います。今私や小泉さんがこうやって選挙をやっているものですから、政府はその決定を少し伸ばしているようですけども、それが一つの大きな問題。もう一つは、2月に入ってから政府は原発を再稼働させるという方向を打ち出しました。これまた本当にとんでもないことです。今54基の原発は動いておりません。今原発ゼロの状態です。それをこれから動かしていく、それはどうしても阻止しなければならない、そんな思いで私は立ち上がりました。小泉さんがこの機会にぜひ2人で一緒にこの原発再稼働というものを止めなきゃならない、そういう強い思いを2人で語り合って、そして最終的な決意を固めたという次第です。